静音パソコンとは、明確な定義は存在しないもののデスクトップパソコン、ないしその周辺機器から発する騒音を抑えた、さらには無音化したパソコン全般を指す言葉である。日本語において騒音が少ない状況を表す語は、静音であるが、これを監視、静音パソコンと表記されることは少ない。主な騒音源である、電源、CPU グラフィックカードの冷却用波ンの、 低減をはじめとし、さらには HDD の回転に伴う振動とヘッドの駆動音を避けて SSD により無音化するなどが主とした静音化である。クレイマイナス1のまるで自家冷式の冷凍庫に電子回路を組み込んだような構造などで知られる通り、大量かつ高速の計算を電子的に行う際には大量の熱の発生が伴う。 パーソナルコンピュータにおいても1990年代後半より顕著となった。パーソナルコンピュータで使用されるマイクロプロセッサの消費電力は当初の MOS 時代から CMOS 化によって一旦は劇的に減少した。しかし CMOS プロセッサの消費電力はクロック周波数と集積される回路規模に比例して増える。プロセッサの消費電力はそのまま熱になる。そのため、 性能向上に従って、急激に発熱が問題となり、デスクトップパソコンでは486、ペンティアムプロセッサの頃から、CPU の強制冷却が必要になった。微細化や低電圧化によりある程度キャンセルされていたが、2000年、一桁台後半には低電圧化は鈍速化し、微細化ではむしろリーク電流による消費電力増が効いてくるようになった。電源装置は、 もともと効率があまり良くなかった時代にはむしろ主たる発熱源であり、パソコン筐体内の冷却は昔は電源を主に設計されていた。効率は向上したが、前日の CPU や後日のグラフィックプロセッサにより、また内蔵される機器の多した様化などにより、消費電力が増加したためそれを供給する電源の発熱も増加し、電源装置の冷却の必要性は変わらなかった。 また他の機器によって熱を持った空気がトラブルの原因となることから冷却を独立させることが重要となった。ビデオカードに搭載されるグラフィックプロセッサも性能向上により CPU と変わらないほどの熱を発するようになり冷却が必要になった。以上のようにパーソナルコンピュータでも強力な強制冷却を必要とするようになったためその騒音が問題点となった。 特に DVD や TV など、マルチメディア機能が、パソコンに搭載されるようになって、以降は、快適な視聴環境の指標として、パソコンの静音性は、性能の一指標として扱われるようになった。メーカー製パソコンにおいても、静音性のあるパソコンを製造するメーカーが近年、現れており、具体的に音圧レベルを公開しているモデルのあるメーカーも、いくつかある。 自作パソコン外交化の中でも、性能よりも静音性を重視する層が一派をなしており、そういった、静音派向けの雑誌も販売されている。前述のような視聴覚用途以外に、俗に自宅サーバ等と言われる、住宅内で稼働させ続ける用途においても、静音性を重視することがある。また、周辺機器でも、例えばヤマハのルータのように、ファンレス化している例がある。 パソコンの静音化には、パソコンの用途によって、その実現性が大きく分かれる。まず最新の性能を備えた情報の高速処理が、可能なパソコンでは冷却処理の必要性のさらなる増大は避けられない状態にあるので、騒音の原因となっている、空冷扇風機の音を減らさなければならない。この場合に初期には放熱板の対面積を大きくし、 空冷の必要を減少させた上で扇風機の設計を変えて同じ空冷効果を少ない音で実現してきた。ただしこの場合には扇風機や放熱板が大きく場所を取るためにパソコン本体の体積の増大を生んだ。またこのために内部の部品の位置の設置に関する風通しの工夫も必要となってきた。最近ではパソコンの CPU の高速化による 電力消費とそれに伴う発熱の増大に空冷の消音化では物理的に対応できなくなってきたこともあり空冷でなくより高価で複雑な水冷処理が施されるようになってきているよって最近では冷却機能そのものが最新鋭のパソコンの機能を及び出費の大きな部分としてその重要性が増大してきているファンレスビデオカードファンを廃止大型ヒートシンクで 排熱している一方で、もともとパソコンの駆動音の上昇の原因は、最新のパソコンゲームに対処する必要性から起こったものであり、このような用途が必要でなく、インターネットを含めたマルチメディア機能と、基本的な事務的処理用ソフトやサーバーとしてのみの使用が目的であれば、全く逆の発想でパソコンの静音化が可能である。これは、パソコンの情報処理速度を下げて、 空冷の必要を下げることによって静音化を実現させるというものである。この場合には、やり方によれば、蒸気の高性能パソコンの冷却方法を一切使わず、放熱板だけで熱処理を行い、完全な無音化を目指すことも可能である。もともとパソコンゲーム市場が欧米に比べて、著しく小さい日本では特に注目されている、静音化の方法である。ただし、 日本の夏の気温は日によれば40度近く上昇する場合があり、このような環境で空冷機能が皆無の場合は問題が発生することもあるので注意が必要である。放熱板だけで熱処理が可能な CPU とグラフィックカードがセットの小型マザーボード具体的には周期数が最速の CPU ではなく中速あるいは低速の CPU を設計の段階でその処理を さらに効率化して、同じ内容の機能を少ない情報処理量で実現することによって、必要となる電気の消費量とそれに伴う発熱を下げる。それによって、空冷の必要性を下げる、あるいは放熱板だけで低温化を実現し、空冷の必要性をなくした CPU が開発されるようになった。インテル社のアトム、AMD 社のアスロンニオヤビア社のバイオンアーノや、 DM&P エレクトロニクス社の Voltex86 がこれに当たる。また、電力の消費が少ないので、電源の空冷やケースの換気用の空冷も必要としない。ゲーム用ではないので、高性能のグラフィックカードも必要でなく、マザーボードに組み込まれているもので代用する。この CPU でパソコンを組み上げると、電源、CPU、 グラフィックカードのすべてで空冷が必要なくなり、さらにこれにハードドライブの代わりにフラッシュカードなどを使えば駆動部分がパソコンから消滅する。これによって無音パソコンが実現する。またフラッシュカードではなく既存の HD を使う場合もキャッシュやメモリーの容量を上げて HD アクセスを減らすことで消音化を行うことも可能である。さらに結果として場所を取る。 扇風機がなくなり、さらに換気のためにスペースを取る必要もなくなることから、ケースが小さくて済み、結果として辞書程度の大きさの小スペースパソコンとしても機能する。現在は、小スペースパソコンは、ほとんどの場合は、小さな扇風機を使った静音あるいは空冷を、一切行わない無音パソコンである。また低機能化により、静音化を実現しているので出費が少なくて済むという、 利点もある。このようなパソコンの開発の背景となったのは、ラップトップパソコンである。小型か、薄型かが重要なラップトップでは、CPU の発熱から生ずる問題は、重要な課題であり、またラップトップは、ゲームなどの用途には、不向きなため、CPU のメーカーはあくまでも、事務処理に主眼を置いたラップトップ用の低発熱の、CPU を、これまで開発してきた。 一方で、携帯電話機が高機能化する過程で、その機能的内容がコンピューターに近いものになると、携帯電話のパソコン化が起こる。特に携帯電話においてはその用途から空冷などは問題外であり、この場合は無音を前提とした CPU が、パソコン用の CPU とは別路線で開発されてきた。さらに近年、ビジネス用に商品開発されたラップトップに対して、 インターネットとマルチメディア機能に特化した小型のネットトップが新たな商品として開発されるようになる。一方で、携帯電話ではスマートフォンと呼ばれる事実上パソコンに近い携帯電話が開発されている。近年ではパソコンでインターネットを使っての通話が可能であり、小型パソコンと携帯電話の垣根そのものが曖昧になってきている。 インターネットなどのマルチメディアのソフトの使用の利便さは、パソコンの CPU の速度ではなく、あくまでもインターネット通信の速度がその利便性のようとなるため、このような市場の流れの中で、これまでの高速化を市場とした CPU の開発とは、別にあくまでも便利性に特化した新たなパソコン用の CPU が開発されるようになった。 このように静音化に特化した CPU を使って、マルチメディアやサーバー用に特化した、ネットトップやスマートフォンなどの新たな商品区分が生まれる中、前世紀のパソコン市場は高性能市場主義であったが、最近では、マルチメディア用、サーバー用、ゲーム用、仕事用、外出用などの違った用途にあったパソコンを独自で、組み立てる消費者も存在する。ありがとうございます。